高橋直澄のトラブルメーカー。皆さんトラブル、高橋直澄でございます。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしでございますかね。さあということで始まりましたトラブルメーカーでございますけども、今週はね、イベントが終わった後イベントが終わった後ということもありまして、はい、皆さんからねたくさんメールもいただいておりますし、うん、ね、で、お仕事の方もちょこっといろいろねあちこち行ったりとかさせていただいておりますので、なんかしこたま充実してるなーなんて思いながらね、うん、で、なかなかご飯食べる時間もなかったりとかしつつで、ご飯を作ろうって思って、パパッとできるなんかないかなと思ってこの間ナポリタンを作ってみたんですけども、お腹空いてねで、なんか珍しく、いつもはなんか玉ねぎは干してある干し野菜の玉ねぎを使ってやることが多いんですけど、だけど、うん、なんかこうパッと作りたかったんで、その戻してる時間とかがめんどくさかったんでって思いながら玉ねぎをね、はい、通販でお取り寄せしたわけですよ、はい、で、今ね玉ねぎがありまして、あ、美味しい玉ねぎがあるじゃないか、生の久しぶりの生じゃないかって思って、で、生の玉ねぎをね入れようと思って、ちょっとナポリタンって大きめがいいじゃない切ってる玉ねぎって、うん、大きめがいいのに、なんか俺スライサー使っちゃったんだよね。しかもキャベツの千切り用のやつを使っちゃったんだけどまあ薄くても早くできるかなと思ってそっち使ったんだけど、で、炒め始めたらすぐメイラード反応を起こして、美味しいカレー作る飴色の玉ねぎが焦げたわけじゃなくて飴色に綺麗になってた。なぜならうちのフライパンちょっといいフライパンでね、油しかなくても何薄焼き卵がふって吹いたらペロロンってめくれるっていうフライパンなのよ。あれでやったからね、綺麗なメイラードのなんか玉ねぎができまして、はい、でそれでナポリタン作ったからなんか黒いナポリタンに、黒ナポリで味が濃い、なんかコクのある黒ナポリができました。美味しかったんだけど見た目がなって思いながら食いましたなんか新しいなこれなって思いながらね、いや美味しかったですけどもね。さあということで、この人はどんなお食事関係なんでしょうか、行ってみましょう。今週のチョロ、チョロたんね、この間もお食事系のことをお話ししたかもしれませんけども、チョロテカラチュール、めちゃめちゃ、ね、何年前チョロテカラチュール、ここでも2年くらいよね、やったとしても。あ、そっか、1年ぐらいか、うん、ね、シュータがうちに来てからだから、はいはいはい、多分その1年ぐらいだと思うんだよね、うんうん、でもこの1年ぐらいの間にこのチョロテカラチュールがもうチョロの中では当たり前のチョロテカラになってるんだよ俺のテカラチュールがもう当たり前のチュールテカラになってるんだよねよくわかんないけどただの巻き舌みたいじゃないのそんな感じの、でね、最近はその、まあね、何があるか分かんないからそのキャリーケースでお外に行く練習をしなきゃいけないっていう、まあ、散歩しようっていうね、リードつけてやってみたりとかしてるんだけど、うん、そのキャリーケースの中も好きになってもらいたくて、うん、前はねそのチュールをその中で上げてたのよ、キャリーケースの中で、うん、いい思い出をできるようにね、うん、だけどやっぱりね、手からがいいだろうなってやってたんだけど、うん、まあ、それはすごく慣れてくれて、じゃあそろそろまたねキャリーケースの方でも食べてもらおうかなと思って、でチュールっていうタイミングが分かるんで、もう追っかけてきてね、もう可愛いお尻フリフリしながら、もうかいつ、あ、もう可愛いって思いながら見てるんだけど、うん、ほんでそのチュールの場所に行って、でいつもの食べる場所に行こうとせずに俺がそのキャリーケースの方に行っちゃうもんだから、あれどこ行くんですかみたいな、ポツンって座ってる座ってるとか唖然とした顔してるわけ、うんうんうん、あれチュールくれんじゃないのみたいな、うんうん、おいでって言ってんだけど来ない、チュールじゃないんすかみたいなで、もう絶対もうあと動かない でチュール開けてお皿に入れて、でこれだよって言って、あ、うん、美味しそうって舌舐めずりするんだけど、でこっちだねって言ってついてこないの、こっちに行くと移動すると、でキャリーケースに入れといて、で結果あとでこっそり食べるんだけど、うんうんうん、なんかね寂しそうにしてんの、ずっとポツンってでそれを見て俺も寂しい、いや手からあげてんだよって思ってんだけど、あげたいに決まってんじゃんって思いながら、あの可愛い顔を見た方が幸せに決まってんじゃんって思うんだけど、でもこの後のことをいろいろ考えるとだよ、なんかあった時のことを考えると、どうしたらいいの
って思っております。今週も可愛いですということで、高橋直澄のトラブルメーカー、今週も元気にいってみよう。まずは普通のお便り行ってみたいと思います。今週はね、冒頭でも言いましたけども、イベントの後だったのでね、ピタゴラスプロダクションのね、ファン感謝祭、ファン感、最近ファン感って言うんだね、うん、このファン感ってみんな伝わってんのかね、ファン感、ファン感あるよ、ファン感あるよって言ってて、俺はそのファン感って言葉にまず馴染みがなかったので、ファン感って何感って思っていたんだけど、でもみんなファン感ファン感って言ってたんで、あなんかちょっと置いてかれてる気がするって若干思ったんですけどもね。さあでは行ってみましょう。東京都のハッチからいただきました、ありがとうございます。7月17日に開催されたピタゴラスファン感謝祭、2022ファンスペースシップ4スタークラスター&トライクルーに昼夜現地で参加しました。マジ4の4人が揃うのが嬉しくて嬉しくて、そして4人がステージで仲良く、楽しそうに話しているのを見て、本当に気心の知れた仲なんだなっていうのが伝わってきました。曲や衣装に関する話はもちろん聞けて嬉しかったし、ちょっとした4人の会話から10年間の絆を感じました。それにナオニーが本当に楽しそうで嬉しそうで、その気持ちはしっかりと私たちにも伝わってきましたよ。私も嬉しくて楽しい気持ちになりました。楽曲パートは新曲のハッピーロールが聴けて嬉しかったし、めちゃくちゃかっこよかったです。ゴルレコはういういしさとエネルギッシュさ、そしてマジ4は抜群の安定感と歌唱力、パフォーマンスで魅了してくれました。そしてナオニーがライブしたいって発言してくださって本当に嬉しかったです。心の中でナオニーよく言ってくれた、ナイスと拍手を送っていました。私だけでなくて他のみんなも思っていたことを代弁してくれたと思います。ご時世的に難しいと思いますが、それで諦めてしまっては何一つ叶いませんからね。すぐにとはいかなくても絶対叶いましょうね。朗読にトークにバラエティに楽曲にと盛りだくさんでとっても楽しかったです。また皆さんに会える日を楽しみにしています。ナオニーのラジオ毎週の楽しみですよっていただきました。ありがとうございます、うん、全体的にこうね、バーッとこうどんなことがあったのかっていう分かるメールでございましたね。いや本当にね、まずゴルレコね、ゴールデンレコードというですね、3人組の新しいユニットが参加してくれているわけなんですけど、これがねまたね本当にね、まあ先週もなんか美麗な人たちに混ざって頑張ってくるよみたいなことを言ったような気がしますけども、本当にやっぱ僕は先にミュージカルの方を見させていただいて、ミュージカルのゴルレコさんを先に見たんですよ。なるほど。その後に、ね、この声優陣がやる、ね、我々の本当に仲間として一緒にお芝居をするゴルレコさんと会ったので、いやどっちもかっこいいなって、良さがあるわけですよ、どっちも2.5 の人たちと、そしてねこっちの、ね、声優としてのどちらかっていうと声優の方が軸なわけっていうかね、こっちはこっちで軸なわけですから、作品として最初こっちから始まるわけですからね、っていうところのを見比べたというか、比べたってわけじゃないんだけど、いやどっちもかっこいいなと思いながらね、まあ楽曲がかっこいいので、もうね、おーおーおーって始まった瞬間に、いやもうちょっと歌ってみたいこの曲って思うぐらいちょっと好きだったりとかしたので、いやいいなーって思いながらね、でまた若いので、まあ、パワフル、本当にいやすごいなーと思いながらね、我々もこれは負けてられないんじゃないかみたいなね。でまあそのいろいろユニットとしてのこうキャラクター付けというかね、色味というかそういうのが違うので、マジ4はこうなんかこうね笑って楽しくみたいなね、であとはその演出的に可愛い部分も結構あってみたいなところがこう大事みたいなところがあるみたいなのでね、そこら辺をこう振り付けとか楽曲の中でそういう風に表していくみたいなんですけどもねそこがこううまく出てたらいいなと思いながらね、ただまあバランスはねいいなと思いつつ、まあそのマジ4はもうね仲いいのでわーってやってるし、でその今までこうやってたイベントの流れみたいなのもやってて、そこはまだこう、なんだこりゃっていう顔をしてるのがこう端々に見れててはい慣れてってくださいねって思いながらやってるんだけど、まああと何回かやればすぐ慣れてくんだろうなって思いながらね、すごく勘のいいね、頭のいい人たちだなっていうかね、おしゃべりがうまいなって思いながら聞いていたので、僕も勉強になりながらやらせていただいておりましたけどもね。
新潟県のはしご高からいただいたのはですね、歌い出しから4人の楽しそうな雰囲気が素敵で一気に引き込まれました。しっかり最後サビ前にあるるいくんの高音も聞いていました。大好きな部分です。アーカイブで、昼夜まだまだ楽しみたいと思いますって、ね、アーカイブ終わりましたけども、ね、その歌の部分がねここ好きだっていうのをいただきまして、そうなんです。 CD で言ってた、この番組でも言いましたの、ふーって高音の部分あそこもちゃんと再現してやってみたのですね、個人的にはよっしゃっていう感じがすごくありましたけどもねそして次はこちらですね、神奈川県のピーターパンダですね、マジフォーが4人揃って並んでるのを見たらなんだかとてもジーンとしちゃいました。そして衣装、ハッピーロールのバレンタインを意識されたあの衣装、可愛くて色味もすごく好みだったので、チェックのズボンや中のベスト、ネイル、チラリと見える赤い靴下まで実際に着られていてとっても似合っていて燃えました。あと今回のファン館のチケット、グッズ付きチケット特典のコメント入りスペシャルカード、ナオニーのコメントにグッときました。会えることが当たり前ではない今、こうして会えたこと私もとってもとっても嬉しかった、本当にありがとうございましたといただきましたね。グッズ付きのチケットを買っていただきましてありがとうございますね、本当にね。そうなんです、本当に思いが溢れましてね、あのコメント書くのもすごく時間かかったんだけど、当日みんなに会えたらっていうことを想像したらね、なんて書いたらいいのかな、文字数の制限もあるのでね、なんて書こうかなみたいなの書いてね、あ届いていたんだなっていうのを聞けて嬉しかったしね。で、あの衣装もね、本当に何回もこう衣装合わせをしたりとかしてね、微調整をしてくれたりとかして、で今回ねるいくんはね、一人だけニットを着てるんですよ。うん、ね、一人だけ厚着なのよ。シャツの上にニット着てさらにジャケット上に着てるのよ。もうまあキャラクターが真面目なので、すごくこうかっちりした服ってことが多いんで、で首はシャツはこう一番上まで締めるっていうのがるいくんで、もう俺開けてきたい人間なのでいつもゆーってなりながら、まあもう一人ですぐ汗だくみたいな状態でしたけども、まあ可愛いんでね、もうそのままどうしても着たいっていうね、なんとかこう熱くならないようにっていうのをね、衣装さんが本当に頑張って作ってくださっていて、で再現率も高いので、まあ着ててテンションはめちゃめちゃ上がるんだけど、その反動でニットでね、すごい沖縄に行くっていう不思議なシュールな絵も生まれておりましたんでね僕的にはそこがめちゃめちゃツボだったりとかもしましたけどもね、もう一つ紹介しましょう。こちら京都市のチャコからいただきました、何より直くんが楽しそうで嬉しそうで、ドラマではクイズの司会者として大活躍なのに、しれっと愛のメッセージを伝えたり、ジェスチャーゲームではまさかのしょってと、口に出してしまうお茶目さで、キャストの皆さんのみならず会場全体から声にならないツッコミをされたり座ってる時にずっと足を動かしたり椅子を回したりしながら表情をくるくる変えてるのを見て、あーほんまに楽しいんやなとほのぼのしていました。エンディングもう終わっちゃうのかと寂しく思っていたら、耳の横でビシッと手を挙げるなおくん、ライブやりたいですと言ってから、ちょっと行って大丈夫だったかなと不安そうな姿を見ながら、あーもう本当にこの人はと胸がいっぱいによくぞ言ってくれましたと思ったはずみんな、いつになるかわからないけどきっとまたお信じて、これからもずっとマジフォーとピタドルたちを応援していきますねといただきました。なんかこういうね細かいところを見てくださってる、メールの感想もいただきまして、なんならこう私が不安にちょっとなってたりとかそういう心の動きまでちょっといろいろこうね読み取ってくださってる人もね結構いらっしゃいまして、本当に楽しくイベントできてよかったなというふうに思いました。いやー本当皆さん、たくさん感想いただきましてね、ありがとうございました。また本当にね、ライブなんかも含めてこういうイベントでお会いできると本当に楽しいなと思っておりますので、ぜひぜひね、その時まで楽しみにまたね待っていきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。ということで今週やっぱりこの曲お届けしたいと思います。マージナルナンバー4でハッピーロール。Yeah, happy, happy, happy love. Oh, 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 oh. Happy, happy, happy love. Yeah, へこまされてばかりなビーデイ恋の方を停止して、どこにも転がってないんだよ。小さい子がらがってる金魚を止まらないスターリン肩流れてくさっぽ吸い込まれ
れてくよ未役のバッコン Hey girl do you know what I want ねえどんなエンド期待してたの終わりにしたくない Yeah if you know how to be my lover 教えてほしいあらざかわす魔法を今 Why don't you kiss me kiss me 唇周りを気にしすぎてレルギー、yeah. 高橋尚美デビュー20周年記念アライブ開催決定。ファーストツアー A to Z のセットリストを中心にお届けする配信限定ライブ尚美高橋 20th Anniversary Alive A to 5月7日土曜日15時スタート。詳しくは高橋尚美オフィシャルホームページをチェック。待ってるよ。今週のお題テンションマックスなったってやつでいきたいと思います。はい、兵庫県の花丸からいただきました。今回のお題テンションマックスなったですが、大人になるとなかなかテンションマックスってないななんて思っていたのですが、ありました、しっかりありました。私どうやら大人ぶっていただけでした。初めてトラメカ放送内で直澄さんにメールを読んでいただけた時のことです。とても嬉しくて、でもなんだか照れくさくてテンションマックスでした。興奮しすぎてなかなか寝つけませんでした。あの時の私は年甲斐もなくずいぶんはしゃいでいたなと思います。今も相変わらずですが、その時の気持ちは今でも変わりませんということでいただいております。じゃあ今日もあれですかね、お家でマックスなったってなってんですかね。はい、一緒に言ってくださいね、花丸ね、よろしく。はい、せーの、テンションマックスだった。はい、できましたか。ありがとうございます。おめでとうございます。あ、続きましてこちらですね、兵庫県の、ちーちゃんからいただきました。直澄さんトラボー、はい、トラボー初めてお便りしますということでいただきました。ありがとうございます。去年のお話なのですが、私は生まれつき目に病気があり、4年前に自覚できるほど進行してしまいました。でも私は人と関わる仕事が好きで、そこは病気があろうと諦めたくなくて、介護福祉を辞めて、就労移行支援という制度を使って学生に戻るという選択をしました。もともと目の悪い私は本当に勉強が苦手で、高校生の時赤点を取るような学生でした。高校の時も受けたことなんてなかった補習を受けたりして、食事と睡眠以外本当ずっと机に向かっているような状態だったんです。おかげでアンママッサージ指圧師、これは針師かな、球師っていうのかな、でいいのかな、ねえ、3つの免許に合格することができました。病気は今の医学じゃ治らないけど、あの時仕事を辞めてでも学生に戻ったからこその合格。介護福祉士の免許もあるので4免許持ちになりました。おー、すごい。病気があったからこそここまで頑張れたので、ある意味病気にすら勝ったようなもんですよね。本当頑張りましたね。あれですね、この登録証っていうね、症状みたいなね、この証明書っていうの、証書もね添付してくださっておりまして、ありがとうございます。針あんまマッサージ指圧師免許証、球師免許証、そして針師免許証、すごいですね。もうなんかね、手に職があるっていうのはね、あとはこれからね、技術とかいろいろ磨いていかなければきっとダメなんでしょうけどもね、そういうの聞くと、あ、すごいなってね、頑張ることって素敵だなってやっぱり勇気いただきましたね。ありがとうございます。これはテンションマックスになりますよね。ね、頑張ってくださいね。さあ、続きましてこちらですね、横浜市のちゃちゃからいただきました。直澄さん、うけんさん、トラボー、はい、トラボー、私のテンションマックスなったまでは言ってないですね。マックスのやついただきました。先日友達と島根県に旅行に行った時、1日に歩いた歩数が 22,462 歩だったと確認した時、あー、すごい、なるほど、うん、2人でびっくり、よく歩いたねって大笑いでした。ちなみに次の日は 15,315 歩、今までの最高が 16,000 歩くらいだったので新記録でした。なるほど、そうか、
22,000だと 12,3 キロ歩いてるんじゃないですかね多分ね。だいたいそんな感じだと思うんですけど、そうするといやこれ多分ね次の人が足とか痛くなったんじゃないかなって思うんですけどもね。そうですか、いいですね。2人でね、あの分かるわ数字、あの見てマックスになる。僕も走ってるので、でそのスマホっていうかスマートウォッチみたいなやつでこう歩数をこう数えてもらってて、で大体まあ8000歩超えるとアラームが鳴るようになってるんですけど、ブーって来た時によっしゃーって俺いちいち思うもんね。あ、今日のノルマ達成したぜみたいなのが感じられるとちょっと嬉しくなったりしますからね。ありがとうございます。他もたくさんいただいておりましてね、ありがとうございます。申し訳ないんですけど、ここで俺のマックスになった話もちょっとしていきたいかなと思いましてですね、あのこの間あったんですよ、めちゃくちゃマックスになったのが。あれです、うちにねすごくイケメンの2人が来たんですよ。へえ。あの小島翔っていう人と、あと植木健二っていう人が家に来ましてですね、もう2人ともねかっこよすぎましてね、もうテンションまずマックスになったんですけど、何しに来たんかっていうと、あの5月7日の ね、あの配信ライブの打ち合わせに来ていただきまして、でギターを抱えながらね、そオレンジでそんなにギター弾くんかいと思いながらねあの普通の家なんでね、あのお隣に迷惑にならないようなね感じでこうやらせていただいたんですけども、でね、どんな感じのアレンジにしようかとか、ここはこんな風にしようか、何のギターを使うとか、どんな間合いにするとか、いろんな話をしていくとですね、まあ、テンションマックスにどんどんなっていくんですよ、なんかこう想像するとね、いやーこれは楽しみだなーっていう風に思いながら、いつの間にかすごくお腹も空きましてですね、で餃子を食べる、まあ一応こうね区切りがついたので、あのね、一応今日は締めましょうかっていうね、これで終わりにしましょうかみたいな話になったんだけども、なんか帰られるのがめちゃめちゃ寂しかったので餃子食べるみたいな、なんか突拍子もなく餃子食べるみたいな話をしました。いいんすかみたいになって、食べるって、俺は食べないって返事を期待してたってか予想してたんですよね。あの食べないだろうなこのご時世だしって思ったら、2人ともいいのみたいになってあ食うんかいと思って、でいっぺんに焼けるのが25個ぐらいなので、だとすると3人だと足らないよなと思って、そこから慌てて唐揚げあげたりとかですね、あのお味噌汁作ってみたりとか、あとはあの家で作ってたあのもやしを食べようと思って、それでサバ缶と合わせてナムル作ってみたりとか、パパパッと手際よくご飯が炊けるまで、しかもあのあれですよ、ぬかね、ついてるやつ、なんていうの、玄米を白米して、ね、精米してからもうのこんなにおもてなしするっていうぐらいで、みんなでお腹いっぱいになって、その後も今度結局またね、どんな演出にしようかみたいなところをいよいよいろいろ話してるうちに、いやー楽しい長い一日だったけど、楽しかったなっていう一日になりましたね。もうまさにテンションマックスって感じでございましたんでね。さあそれがいよいよね5月7日もうすぐですね始まるというか、やりますので、皆さんね4月の30日までがですね、あれです、早引き特典っていうですね、あのスペシャルな、ね、あの特典がついておりますので、ね、ぜひぜひあのご予約、ね、して、ご購入いただけたらなというふうに思いますので、詳しくはホームページ見ていただいてね、ぜひ参加していただけたらなと思います、20周年記念の、ね、アライブでございます、 A2 という名前でございます、はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、めちゃめちゃいい日だったな、テンションマックスなったということで、この曲お届けしたいと思います。アルバムジャイブ&ジュークより高橋直澄、今日はいい日だった。顔が常にハロウィン、ネギセネチワの対抗心、持ち上げられないまぶたと気力、なんとも厄介だ。異人星人君子のありがたい言葉、右左に365日重ねてく
高橋直澄の天体観測。最後は高橋直澄の気になっていることや独り言を聞いていただく天体観測のコーナーでございますけども、あのね、スタジオとか外にさ行くじゃない、ちょっとさ今ちょっと俺手が恥ずかしくってさ、ちょっとだけで、あの爪が見えないようになんかギュッと中になんかドラえもんの手みたいになってよく歩いてるんですけど、っていうのはね、そのピタゴラスのこのイベントね、ファン館の後、あのイビショーの関係上ルイ君マニキュアをしてるのでメイクさんがやってくれたんですよ、可愛いマニキュアを、アポロチョコみたいにピンクで。でね、俺ねその持ってないわけよ、普段マニキュアしないから、あの除光液っていうの、リムーバーっていうのを落とすやつを。でさ、一応石鹸でこすったけどやっぱり落ちるわけがなくてさ、まだ残ってんのよねちょっと恥ずかしいっていうか、なんかね、あの、ああそういう趣味の人なんだなって思われるのがちょっとだけというかね、恥ずかしいなって思ってそんな風に今なってるんですけど、でもこれはこれでなんか取れるまではあれだけどね、その除光液買ってこなきゃいけないなって思いながら、でもなんかこれはこれで外に出ないでいるんであれば、なんかこうイベントの余韻をねずっと味わってるようなそんな感じになってて、これはこれでなんかいいかなって思っているところです。いつまでつけてんだろうな、これファンクラブの方とかでなんか写真とかあげようかなって思ってるんで、その時見ていただけたらなと思います。結構あの全部書いてくれて可愛いやつになってますからね。はい、ということでね、またイベントね、どんな風になるのか楽しみにしていただきたいなと思います。ということで天体観測のコーナーでした。お送りしてきました高橋直澄のトラブルメーカー、いかがだったでしょうか。番組では、普通のトラメ、番組の感想、リクエスト、メールでどしどしお待ちしております。現在募集中のジュージュージューシーズのお題はナイスコンビ、そして師匠でございます。いろんな師匠ありますよね。そしてライトなお悩みなら俺にくれということで、ただいま絶賛パトロール中の危なおでかにも、気軽に相談していただきたいと思います。番組メールアドレスです。東海ラジオはトラメカアットマーク都会レイディオ .co.jp、 ギフちゃんはトラメカアットマーク zf-web.com、東北放送はトラメカアットマーク 1260.jp、 高橋直澄のトラブルメーカー、それぞれの係までお待ちしております。メールの方は懸命にコーナー名を書いて送っていただきたいと思います。よろしくお願いしますね。番組ホームページは高橋直澄オフィシャルウェブサイトのトップページにリンクが貼ってあります。よろしくお願いします。ということでお時間が来ました。30分のお相手は僕高橋直澄でした。また来週もここで元気にお会いしたいと思います。それでは今夜はおやすみ、せーの、まったねー。高橋直澄デビュー20周年記念アライブ開催決定。ファーストツアー A2Z のセットリストを中心にお届けする配信限定ライブ、直澄高橋 20th Anniversary Alive A2、 5月7日土曜日15時スタート。詳しくは高橋直澄オフィシャルホームページをチェック。待ってるよ。